鉄旅研さんファンタスティックトラベル、今回は宗谷本線第3章、音威子府から幌延までの北海道の大自然の中を鉄道と走り抜けていく鉄旅です。まずは宗谷本線を走るスタートレインたちをご紹介しましょう。特急サロベツ、キハ261系 SE102 編成。特急宗谷、キハ261系5000番台。キハ54系504編成。キハ40系1747編成と1791編成。H100 型機動車、愛称デクモ。宗谷本線第3章はこの区間に連続する5つの秘境駅をご紹介します。特に昭和20年代の駅の形をとどめる小野プナ駅は怪しく懐かしい海駅として必見です。また旧天北線内の廃線跡をめぐり鉄道遺産の様子をご紹介します。ぜひお楽しみください。第2章の終着駅音威子府駅から第3章は出発します。音威子府といえば黒いそば、音威子府そばで有名なのですが、残念ながら御店主が亡くなり音威子府そばは廃業となってしまいました。日本三大駅そばの一つ、大人気の駅そばでしたが大変残念です。音威子府そばは究極の田舎そば、そばの実を丸ごと引いて作る焼きぐるみという作り方をする豪胆なそばなんです。他の店は道の駅は感染症拡大の影響で営業一時見合わせ、一路食堂だけが営業していましたが大変混雑していました。音威子府駅です。かつてここ音威子府から稚内に向かっては2つの鉄路が北に向かっていました。西回りの宗谷本線ともう一つが東回りの天北線です。しかし残念ながら1989年に天北線はまさかの廃止という運命になってしまいました。今回は天北線音威子府浜頓別間の主要駅である4つの駅の鉄道遺跡の様子をこれからご紹介したいと思います。宗谷バスで行く旧天北線鉄道遺跡の旅、まずは松頓別駅です。この周辺の豊富な森林資源を輸送するために松頓別では貨物用の引き込み線も引かれていました。国土地理院の地図上では松頓別のこのバス停のこの左側、ちょうどこのロータリーの手前のところに松頓別の駅舎があったんです。バス停には天北線の松頓別の看板が掲げられていました。そしてバス停の横には国登録有形文化財の旧丹波屋旅館がバスの車窓からも見ることができました。旧丹波屋旅館は大正から昭和初期に建築された和洋折衷の建築物、木材を買いに来た材木商たちでにぎわっていたようです。ピンネシリ駅です。バス停はピンネシリ温泉の道の駅の真ん前にありますが、この道の駅のところに駅舎があったようです。ピンネシリ駅には線路と駅名標が今も残されていました。ホームは後年新しく建築されたもののようです。ここ旧ピンネシリ駅跡は今ではオートキャンプ場などのリゾート施設になっているようでした。中頓別駅です。
1975年に鉄筋コンクリート製に改築した中頓別駅、しっかりとした駅舎が林島で使われていたんです。そしてその駅の跡地の上に、そのまま中頓別のバスターミナルが建設されています。その横にはキハ22型208が生態保存展示されていました。しかしこの青い色はリアルではありません。浜頓別駅です。浜頓別周辺は旧駅の面影全く残っていませんでした。ここが浜頓別のバスターミナル兼道の駅ですが、ちょうどこの辺りが前方に向かってまっすぐ天北線が伸びていたようです。そして今私のこの立ち位置こそがまさに駅舎の位置で、駅前スーパー中村も今もそのまま残っています。立ち位置が駅舎の位置で、何もなかった駅裏にはご覧の通り道路のロータリーと役場が整備されています。旧浜頓別駅の遺品は郷土資料館にわずかに残すのみです。おといねっぷ駅に戻ってきました。天北線は主にこの3番線を使って発着していました。それでは宗谷本線のテスト旅を続けましょう。次は長島駅です。この地点が旧天北線と宗谷本線の分岐点になります。天北線はこの川の堰堤沿いにまっすぐ北に上がっていきました。それに対して宗谷本線は天塩川に沿って大きく西向きにカーブします。その森の中に長島駅が見えてきました。ここも秘境駅と呼ばれる駅の一つです。だるま駅に防線のホームと、宇多内やぬかなんと同じ雰囲気を持った駅です。メンテナンスが行き届いたトイレ付きの待合室、毎日往復各朝昼夕の3本、バスという補助アクセス手段も、大沢島は本数がなく厳しい状況、まさに秘境駅です。駅から徒歩5分ぐらいのところにエコミュージアム長島センターがあります。しかし冬季11月から4月は閉館しています。アイヌ民族の伝統美を受け継ぐ現代彫刻家砂沢ビッキの数々の作品を展示し、芸術の発信地となっているんです。おといねっぷ駅前にあったおといねっぷタワーもビッキの作品。実物は倒壊してしまいましたが、レプリカがこの美術館にあるんです。それではおさしまを離れ、次の佐久駅に向かいましょう。手つかずの自然そのものの天塩川が車窓に顔を出しました。長さ 256km に及ぶ全国第4位の河川なんです。相対式ホーム2面2線の保線車両の留置線が1本残っている佐久駅です。町の施設佐久ふるさと伝承館と駅舎が同居しています。1922年に開業した佐久駅は、かつて木材輸送でやはりにぎわっていたようです。駅名標は1990年に廃された琴平駅の名前の上にシールが貼られたものとなっています。駅舎の中には佐久や中川町の開拓時代からの産業遺産や生活用具が展示されていました。佐久駅を出発します。宗谷本線はおといねっぷからずっと西に向かっていましたが、ここ佐久駅手前で90度右にカーブして、今北に進路を変更しています。天塩中川駅が近づいてきました。相対式ホーム2面2線、北海道中川郡中川町の中心となっている町です。
駅舎は格子状の窓、板張りの外壁など1953年の建築当時の姿に2014年に復元が終わりました。駅舎所有は中川町、旧駅事務室をイベントスペースとして改築し、住民活動や交流の場として使用しています。手塩中川駅を出発しましょう。次の駅は宇多内駅です。ここも秘境駅、ご覧の通り周囲には人家は見えません。だるま駅なのですが、外側は風雪に塗装が剥がれ、ひび割れ、サビが広がっています。ガビガビです。駅の周囲は雑草が生い茂り、地面のコンクリートはかつてここに木造駅舎がありましたよという証言を語っているかのようです。手塩川が下流に行くに従って蛇行を始めていきます。手塩川に沿う宗谷本線も手塩川の蛇行に合わせて複雑に曲がるんです。土肥鑑別駅です。駅の周囲にこんなに住宅が建っているのは久しぶり。駅舎はだるま駅舎ですが、メンテナンスはバッチリ行き届いてます。土肥鑑別には北大の北方生物圏フィールド科学センターがあるんです。ここの手塩研究林は約2万2500ヘクタールにも及ぶ非常に大きなものです。1986年にこのコンクリートの土台の上にあった旧駅舎を解体、だるま駅舎に残念ながら変更となってしまいました。それでは土肥鑑別駅出発しましょう。次の駅は秘境駅ぬかなんです。ぬかなんが見えてきました。物置秘境駅、白い淀港の物置と短い板敷きのプラットフォーム、土肥鑑別駅から約2キロの距離なので徒歩でここまでアプローチすることも可能です。奥にあるのが物置です。周囲は牧草地でしょうか。後ろの緑の森のような草むらのところには手塩川の三日月湖があるんです。ぬかなんのイメージキャラクターぬかにゃんです。当然のことながら物置がイメージキャラクターのベースになっています。ここぬかなんと小野府内駅の間は手塩川が最も美しく見える地点です。気の利いた運転手の方ですと運行時間に遅延さえなければ速度を落としてくれます。この周囲も手塩川が蛇行している地域なので、対岸の緑の茂みの中にも三日月湖があるんです。そして宗谷本線のハイライトの一つである小野府内駅が見えてきました。日本の北の端にこうした手つかずの昭和が残ってるんです。駅舎、そして駅名標です。鉄道旅行が好きな方でしたら誰もがこの駅舎を見て大きな感慨が込み上げてくることでしょう。1953年に改築された駅が最低限の修繕と看板の付け替えのみで今に至っています。駅名標は2021年に更新されたものです。駅の周囲は緑一色です。駅舎正面です。私はこの駅を快駅と思います。古い建物が風化に朽ちてちょうどいい怪しさがあります。また懐かしい海域にも通じています。日南線の湯原と宗谷本線のこの小野府内は時間とともに朽ちていく怪しさがマックスになっている海域の南北の横綱駅です。
オノプナイを出発すると左側に安牛駅の廃棄跡が見えてきます。看板が剥がされただけで、だるま駅舎もホームもそのままです。幌延町は旧安牛を当面そのまま生態保存する模様です。南幌延駅が近づいてきました。ここも秘境駅と呼ばれていますが、左側の茂みの横に道道256号線が走って、私的には秘境駅ちょっと NG だと思うんですが、傾いた駅勉強、そして向こう側に道道、そして道の向こうの白い建物が駅の待合室です。ここから見ると道の駅の秘境駅感がちょっと下がると思うんですよね。1959年の開業、2019年開業60周年を記念して待合室を改修したようです。板敷ホーム1枚の南幌延を後にしましょう。次は幌延駅です。2021年3月までは次の駅は上幌延駅でしたが、廃止されてしまいました。しかしその上幌延駅の廃駅の跡が見えてきました。はい、左側です。だるま駅もホームも残っています。おそらく幌延町しばらく保存するのでしょう。幌延駅に到着です。1925年宗谷本線の駅として開業しました。そしてその10年後、1935年に羽幌線が開業。幌延はその接続駅として機関区市区の機能を果たしたんです。現在は相対式2面2線ですが、羽幌線が走っている頃は2番線の横に3番線があって、そこから羽幌線が出発していきました。旧3番線が切り欠きホームになっています。先っぽの方ですね。羽幌線はおそらくここから出ていたのではないでしょうか。駅構内にはホロカルという案内所兼地元産品の販売所があります。秘境駅関連グッズもここで販売されていました。秘境駅クッキーです。秘境駅キャラクターぬかにゃんとぬまひょんです。幌延駅前にある民宿旅館サロベスです。1950年から校内食堂に始まり、駅前宿泊施設の歴史を重ねています。幌延といえばトナカイの観光牧場、バスで10分ぐらいの場所にこれがあるんです。私は生トナカイをここで初めて見ました。角が立派ですよね。家畜として飼育されているということで、校内のレストランではトナカイ丼とか食べられるようなんです。うわ、こっち来ました、びっくり。それではここ幌延で宗谷本線第3章を締めたいと思います。いかがでしたでしょうか。最北の鉄道風景を楽しんでいただけましたでしょうか。チャンネル登録にご協力よろしくお願いします。